オンを超えるソフトバンク近藤健介外野手30のプロ通算4000打数の大台が近づいている現在3983打数で残り174日からの中日 DNA との6連戦中に到達する見通しだ通算打率は307517打数無安打でもう。3011の王貞治 305の長嶋茂雄を上回ることになる。天才バットマンはあくまで通過点と捉え、さらなる高みへと突き進む。近藤は4日からの中日、d n a との6連戦中に通算打数が4000に達することが濃厚だ。プロ13年で積み重ねてきた打数は3983で通算打率は3075。 残り17打数すべて凡退しても王貞治の銅3011長島茂雄の銅305を上回るえ、王会長だけでなく長島さんもなんですか数字特に率は上にあった方がいいし下げたくはないです着実にいきたいですね勝負強さを顕微する天才バットマンの音へカウントダウン 球団会長だけでなく、東京、千葉が生んだスーパースターの長嶋氏も上回る。4000打数に到達している現役選手で高打率をマークしているのはヤクルトの青木、314ソフトバンクの柳田、312らがいる。怪我なく通過点にしたいし、4000、5000、6000打数まで打席に立っていくつもりです。 高みを目指す近藤にとってモチベーションになっている。名古屋、横浜と転戦する敵地6連戦。横浜高出身の近藤にとって7日からの DNA 戦で舞台となる横浜スタジアムは思い出深い球場だ。高校3年夏の11年神奈川大会決勝ではエース松井祐希、現パドレス、を擁する東高学園と対戦し、 延長10回にサヨナラダを放って甲子園行きの切符をつかんだ。ハマスタといえば、神奈川の球児にとっては甲子園よりも聖地ですからね。楽しみです。日本ハム時代の19年交流戦以来5年ぶりとなる外戦試合を楽しみにしていた。DNA には高校の先輩、筒がもいる。 近藤は一年時に遊撃手で三塁手だった筒がと三遊間を組んだ。筒がさんにも久々にお会いできる。楽しみにしておきますと笑顔を見せた。聖地、ハマスタでは18年に日本塁打出している。二日の広島戦ではプロ初の一試合日本塁打を放ち、乗っている不動の五番打者は、まずは、ここぞの一だから、 その結果が本類だとなればと節目を迎える6連戦での活躍を期した。